両剣座愛称銀河は、両剣座の方角にある、矮小シ大銀河である。2006年にスローンデジタルスカイサーベイのデータから発見された。シシザアやシシザ2と並び、銀河系の共銀河としては最も遠くにある。太陽からは、約22万パーセク離れており、約秒速31キロメートルの速度で、遠ざかっている。大エ型で、光が半減する半径は、 約550%である。両剣座愛称銀河は銀河系のも銀河では比較的も暗く、合計の高度は太陽高度の約23万倍である。しかし、質量は2700万太陽質量もあり、質量高度比は約220である。この質量高度比の大きさは、両剣座愛称銀河が暗黒物質に占められていることを意味している。 両剣座相性銀河を構成する構成は、100億歳以上の古い構成が多い。金属量は FEH-2.08 プラスマイナス0.02ととても低く、重本素の量が少なくとも太陽の110分の1以下であることを示している。また、この銀河は約60個のことザール r 型変更性を含み、また、 金属量の豊富な若い恒星も少量存在し、質量の約5%、高度の約10%を占める。これらの若い恒星は銀河の中央に集まっている。現在は、両検座は異銀河の中で、星形成は行われていない。また、これまで中性水素原子は検出されておらず、存在するとしても上限は3万太陽質量である。ありがとうございます。